大岡俊孝4月16日隊は、日本の政治家、中小企業診断士、衆議院議員、元財務大臣政務官、自由民主党政務調査会内閣部会副部会長、静岡県浜松市議会議員、静岡県議会議員などを歴任した。滋賀県高賀郡にて生まれた。ラサール中学校、高等学校に進学した。同級生に、 鬼木誠がおり、共にラグビー部に所属していた。高校卒業後は、早稲田大学政治経済学部経済学科に進学した。同大学を卒業後、1995年に鈴木に入社した。国内の四輪営業部と海外の四輪営業部で勤務した。1998年、鈴木を退社した。1999年、 浜松市議会議員選挙に立候補し、当選を果たした。2003年、浜松市長選挙に出馬し、現職の北脇康幸に敗れる。2005年、中小企業診断士の資格を取得した。2007年、静岡県議会議員選挙に、浜松市中区選挙区から無所属で出馬し、初当選を果たした。2010年、浜井区を中澤通君。 ホリエ・隆一らと死守の会を結成した。2011年、静岡県議会議員選挙に立候補し、再選を果たした。2012年5月9日、自由民主党会派に入る。同年6月7日、静岡県議会議員を辞職した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙にて、主が一区に自民党から出馬し、 民主党の川端達夫前総務大臣らを破り、初当選を果たした。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、市が一区より出馬し、再び川端を破り再選した。同年12月17日に当選証書を授与された。なお、川端は比例復活を果たしている。2015年10月、第3次安倍第1次改造内閣で、 財務大臣政務官に就任した。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、市が1区より出馬し、全市が県知事の片幸子を約5000の僅差で破り3度目の当選を果たした。なお同選挙は、票差では僅差だったが票数で言えば、自身の最多得票数であった。二千十八年十二月十一日午後二時十五分頃、大津市。 赤尾町の指導で運転する大型バイクが転倒し、左足首の骨を折る重傷を負った。滋賀県警大津署によると、現場は片側1車線の左カーブ、大岡はブレーキをかけたらスリップして転倒したと話しているという。大岡が支部長を務める自民党滋賀県第一選挙区支部が2012年6月。 政治資金規制法が定める年間限度額750万円を超える1000万円の企業献金を静岡県浜松市の自動車部品製造会社から受けていたことが2013年に外部からの指摘により発覚した大岡は重大な違反と受け止めているすでに総務省などに報告しており指示に従って適切に対応したいと話した2019年11月4日 大津市のホテルで会費一口1万円の政治資金パーティー大岡としたかを囲む会を開いた。このパーティーに知事や県議ら62人を来賓として招待した。選挙区にある大津市内17学区の自治連合会長ら34人も含まれ無料で酒や料理を提供し飲食代相当の寄付をしたとされる。パーティーの原価の3000円に見合う意見交換があれば、 問題ないと私が判断したと、大岡は釈明したが、選挙管理委員会は公職選挙法に抵触する恐れがあるとしている。同年12月20日、滋賀県内の有権者72人が公選法違反の疑いで大岡氏に対する告発状を大津地県に提出した。ありがとうございます。